どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。皆さん、各属性の高さの順位とかって気になったことないですかね。例えば武力ですと呂布が一番高いだろうなっていうのはなんとなく想像がつくんですけども、2位以降ってどんな順番になってるんだろうって誰しも気になったことがあるんじゃないかと思うんですよね。で、今名鑑ページに来てますけども、ここのですね、上にある属性というところをタップしてですね、そしたらこの属性の右下に貴族っていうところがあると思うんですけど、その隣になんかアイコンみたいななんか6つ並んでますよね。これのですね、剣が交わってるアイコンをタップしますと、はい、こんな感じでですね、武力が高い順番にですね、武将が並び変わるということですね。なので1位がやはり呂布で、2位が張飛、3位が馬超、4位関羽っていう感じでですね、この高さの順位が決まってるっていうことなんですけども、この順位って初期値になってるわけなんですよね。なんでレベル50になるとですね、この順番にならないことがあるということなんですよ。その理由といたしまして、呂布のページに来ましたけども、これ武力が100ってなってますよね。これレベル1の時の武力が100っていうことになってます。で、その右にですね、プラス 3.04 と書いてますよね。これがですね、レベルが1上がった時の武力の上昇値ということになってるんですね。なんで、レベルが50まで上がるとですね、50-1 でですね、49回ですね、この属性アップっていうのが行われて、なんで 3.04×49 にですね、武力の100を足すとですね、レベル50になった時の呂布の武力ということになるわけなんですよ。で、一応その右側の緑の数字をですね、伸び率と呼ばせていただけたらなと思うんですけども、この伸び率って各武将で違うんですよね。呂布が今 3.04 ですけども、この張飛になったら 2.69 ということでですね、ちょっと下がるわけなんですよね。こんな感じでですね、伸び率が極端に高い武将、極端に低い武将っていうのがいてですね、その結果ですね、この武力とかの属性のランキングっていうのはですね、このゲーム内で見えるランキングとは若干変わってくるということなんですね。で、今回の動画の趣旨なんですけども、一応ですね、武力の高い武将ですね、のですね、その、伸び率っていうのを計算した上でのですね、レベル50の時にどんぐらいの武力になってるのかっていうランキングっていうのをですね、作ってみたわけなんですよね。そうですね、一応まあ、10位以内ぐらいを紹介しようかなと思ってます。で、それをですね、今回動画にしつつですね、一応その、今回武力ですけども、知力、速度、あと統率ですね。もう内政と魅力に関してはですね、いいかなと思いますんで、この4種類の属性ですね、もうすべてランキングを作っていけたらなと思ってます。でですね、そのレベル50の時のその順位とですね、初期値の順位みたいなのを紹介しつつですね、それだけですとちょっと寂しいので、まあおすすめ編成とかですね、その武将の使い方なんかもですね、ちらっと紹介できたらなと思ってます。ちょっと前置き長くなって申し訳ないんですけどね。こういったそのランキングって、そういうサイトっていうのが昔あったんですよね。あったんですけども、更新が止まってしまってて、その部署がどんどん追加された分っていうのがですね、そのランキングの中に反映されてないということになってますので、まあちょっと作る価値あるかなということでですね、今回ちょっと着手させていただきました。でですね、各属性でですね、動画1本ということでさせていただけたらなと思うので、4回作るということでですね、お届けしたいと思ってます。で、今回はですね、武力でということでですね、高い順トップ10ということでですね、紹介していきたいと思います。ちょっと前置き長くなってしまいました。申し訳ありません。そしたら10位から見ていきましょう。はい。そしたら10位は義円ということになってますね。で、この武将はですね、初期値で武力92ということになってて、これはですね、全武将のランキングで見ると14位ということになってるわけなんですね。なんですけども、そのレベル50での武力の高さということは10位になってるということでですね、伸び率がいいということになってますね。で、この武将はメインアタッカーで使われることが多いですね。武力が非常に高いので、それを活かして平人ダメージ系の継承戦法を覚えさせて、相手の兵力を削るというのが狙いになってくるわけなんですけども、こういう戦法でですね、準備ターンがあるような継承戦法の準備ターンをカットしてくれるということになってるわけなんですね。で、その準備ターンがある戦法って基本的に強力なのが多いですから、そういった強力な継承戦法を義円に覚えさせて、で、さらに準備ターンがカット
ッとできたとなったらですね、戦法が連発できてですね、ものすごい火力が出ることもあると。まあちょっと安定感に欠けるところはあるかもしれないんですけども、壺にはまったらすごい火力が出るというのがですね、この義援ということになってますね。で、今お勧めさせていただいている編成に関してもですね、義援がメインアタッカーでですね、劉備が回復で、脅威でですね、デバフみたいな感じのですね、編成になってますね。なんで義援がいかに働いてくれるかっていうのがですね、勝敗の鍵になってくるということになってます。9位は火竜ということになってますね。これ意外でした。で、火竜に関してもですね、義援と同じ武力初期値で92ということでですね、全体ランキングの14位ということになってるんですけども、義援よりさらにですね、伸び率が良くて 2.39 ということになってるので、9位まで上がってきてるということなんですね。こんなに武力が高いとは思ってませんでした。で、この火竜っていう武将はシーズン1から登場してて、で、後輩出の武将ということになってますので、引く機会も結構多いんじゃないかなと思うんですよね。なんですけども、使ってる方っていうのは、未だかつてほとんど見たことないなっていうレベルなんですよね。非常に固有戦法が使いにくいところはあります。ただ、この固有戦法に関してもですね、火力はしっかり出るということになってますので、それを活かしてですね、そのサジに奉仕陣とか覚えさせてですね、火竜の火力っていうのを上げつつですね、継承戦法も火力が出るのをたくさん積んで、で、馬頭の固有戦法でですね、会心の発生率も上げてということでですね、その火竜の頑張り次第では相手も倒せるみたいなコンセプトの編成を作らせていただいてます。で、ちょっとその耐久力を上げるような戦法をですね、覚えさせれてないので、もしかしたらもうサジの滑骨両毒はですね、残壁砲なんかでもいいかなっていう気はするんですけども、その辺は要調整というところになってますね。なんでこれ、火竜のランクアップマックスまで進めれてたら、まあまあやれる編成にはなってるんじゃないかと思うんですけども、実際戦場で見かけたことはないので、組んでみようという方はですね、自己責任でよろしくお願いいたします。8位は関羽ですね。この武将はですね、初期値94ということになってて、これ全武将でのランキングではですね、これまた8位ということになってますので、その初期値とレベル50の時のですね、ランキングの数字が同じということになってます。で、この関羽っていうのは非常に火力が高い武将として有名ですよね。でですね、今紹介してる編成っていうのがですね、これ古神弓っていう編成になってるんですけども、個人的にはシーズン7で最も強い編成になってるんじゃないかと思いますね。で、その理由といたしましては、やはりこの関羽の非常に高い武力を生かしてですね、さらに固有戦法でですね、会心なんかがよく発生するようになるということでですね、その関羽に非常に火力が出るような戦法をですね、覚えさせつつですね、対指示でですね、相手にデバフをかけたりだとか、相手の強化状態を解除したりっていうことをやるということですね。で、周体でですね、相手を動けなくしつつ、その制御なんかもかけてですね、さらに先行状態を付与して、で、絆効果まで発生するということでですね、この編成、その、割と組みやすい部類の編成にはなってるんじゃないかなと思いますので、その余った武将、余った継承戦法でですね、組めるという方はですね、ぜひぜひ組んでみていただきたい編成ということになってます。非常に強いです。はい、7位は天衣ということになってますね。この武将もですね、初期値95ということでですね、初期値ランキングでは7位ということで、レベルマックスの時とですね、ランキングの数字は同じということになってますね。で、この武将もシーズン1から登場するんですけども、まあ、あんま使えんかなっていう気はしますけどもね、なかなか見かけたことはないですね。まあ、シーズン1、シーズン2とかだったらですね、その、声立てというですね、曹操と巨長と組ませるみたいな感じでですね、使ってる人はまあまあいたかなと思うんですけども、テンプル編成の中ではそこまで強い部類にはなってないんじゃないかと思いますね。で、今見ていただいてるのは、その最新シーズンで組むとしたらっていう感じでですね、継承戦法も考えてみたんですけども、どうもパッとせんなっていう印象しかないようなところがあるんですよね。なんで、天衣の使い方っていうのでですね、こうやって組んだらめちゃめちゃ強いですよみたいなあったらですね、ぜひコメント欄にお寄せいただけたらなと思うんですけども、結構まあ僕なんかもですね、何枚か引いてるんですけども、使う予定がない武将ということになっております。はい、次6位はですね、趙雲ということになってますね。で、初期値のランキングで言うと5位ということになってますので、若干ランクダウンということにはなってます。そんな伸び値が悪いわけでもないんですけどね、もうここら辺は誤差って言うてもいいぐらいのレベルになってきてるのかもしれません。
で、この蝶もですね、シーズン1から登場してて、あらゆるシーンで使うことのできる非常に有能な武将なんですよね。なんでこうやって感じで皆さんにお勧めする編成なんかもですね、どれにしようかっていうのは迷ったところはあるんですよね。五個層にしようか、あと天下層にしようかみたいなところで迷ったんですけども、やはり個人的に厄介だなと思った拡散性を乗せさせていただいてますね。で、チョームっていうのがですね、こういう戦法でですね、動作状態になる、つまり正義状態に一切かからないというところとですね、核の敵味方問わずですね、混乱をばらまくというところのですね、シナジーを感じざるを得ないというところでですね、非常に美しい編成かなということでですね、今回、おすすめ編成という形で紹介させていただいております。はい、折り返し地点ですね。5位は巨著ということになってます。この武将もですね、初期値のランキングで5位ということになってますので、横ばいということになってますね。こちらの武将に関してもですね、シーズン1から登場してるということにはなってるんですけども、あんまり戦場では見かけない武将ということになってますね。天意同様ですね、武力はしっかり高いのにあまり使えないということでですね、ちょっと残念な武将ではあるんですけども、そのシーズン7で登場したですね、破軍衣装という継承戦法ですね、こちらを覚えさせることによってですね、非常に強い編成を組むことができるということでですね、以前も動画で紹介させていただいたことがあります。芝居立てと似てるような編成になってるんですけども、この芝居の代わりにですね、巨著を使うことによってもですね、火力が非常に出るということでですね、こちらの編成ですと十分に活躍させることはできるんじゃないかと思います。はい、いよいよ四天王ですね。4位は馬長ということになってます。で、この武将はですね、初期値のランキングでいうところの3位ということになってるので、ランクダウンしてるように見えるんですけども、3位の武将2人いますんでね、横ばいということにさせていただいてます。こう見るとですね、シーズン1に登場したような武将ばっかりっていうことになってますよね。でですね、もう出てる武将すべて有名どころと言いますかね。もうそのトップ5ぐらいからはですね、三国志好きやったらまあ知らんかったら嘘やろっていうような武将ばかりということにはなってるんですけども、この武将もですね、そのシーズン1、2ぐらいの段階ではですね、全然使われてなかったと言いますか、コスト7のがっかり武将ということでですね、本当に使いどころに困ってたところあると思うんですけども、その事件戦法で雷血戦が登場したりだとか、あと勘銀兵が登場したことによってですね、非常に強力な武将に早変わりしたというところはありますね。火力がね、本当に出るんですよね。で、その通常攻撃を打つ回数っていうのがですね、重要になってくるような武将になってくるので、その連撃をですね、超高確率で付与できる雷血戦が登場したことで強くなるということですね。ただやっぱりランクアップはしっかり進めとった方がいいんじゃないかなとは思いますけども、この編成僕もですね、組んだことはあるんですけどね、本当に使い勝手が良くて強い編成だったということでですね、今回紹介させていただきました。そしたらいよいよベスト3ということでですね、3位は関羽ということになってますね。で、初期値のランキングでも3位ということで横ばいということになってますね。ここら辺になるとほとんど変わってこないということにはなってますね。でですね、この関羽に関してもですね、シーズン1から登場してるということになってて、でですね、そのシーズン1では今紹介している桃園盾という編成でですね、よく使われたということになってますね。あとまあその五個層なんかでも使えるということなんですけども、両方絆効果も発生するということでですね、使えるシーンは本当に多いんじゃないかと思います。ただですね、この今見ていただいている桃園盾に関してはですね、シーズン1、シーズン2で組むときはですね、こういった継承戦法じゃないんですよね。で、この継承戦法が揃うまでって言うたらですね、ちょっと強さがいまいちだったところはあるんですけども、そのシーズン、そうですね、6ぐらいからかな、奇形陣が登場したことによってですね、またそのテンプル編成の中でも強い編成に返り咲いたということでですね、紹介させていただいてますね。でですね、まあその3人コンビって言うたらですね、三国志の中で一番有名な3人って言うてもいいんじゃないかなと思いますんでね、そういった理由も合わせておすすめ編成として紹介させていただきました。そしたらいよいよ2位ということになってるんですけども、張飛ですね。この武将に関してはですね、初期値も2位ということになってて98になってるんですけども、呂布以外の武将の中では一番高いんですよね、98がね。で、並んでる武将もいないということでですね、やっぱり呂布さえいなければ軍を抜いて、その武力が高いという位置づけになってるんじゃないかと思いますね。三国志演義なんかを読んでてもですね、そういう位置づけということになってますよね。
でですね、おすすめ編成はですね、もうあえて先ほどのカウントを変えることはせずですね、そのまま、スライドさせていただいたという感じですね。でこの豪遊無比と激撃だけというですね、この継承戦法が登場したことによって本当に火力が出る武将になりましたね。こういう戦法でも火力が出せるということになってますので、この編成でのメインアタッカーということですね。で他の編成で使うにしてもですね、張飛はやはりメインアタックになることが多いということになっております。そしたら、栄えある1位なんですけども、これは誰しもが分かってましたよね。呂布ということになってますね。初期値も当然ながら1位ということになってますね。3桁は呂布唯一ということになっております。で、伸び率に関してもですね、これ 3.04 ということでですね、ぶっちぎりなんですよね。伸び率で言うところの2位って言うたらですね、誰になるんかな、これ張飛になるんかな、2.69 と、で、3位が関羽の 2.68 ということになってるんですけども、もう3点ということでですね、一つなんかグレードが上がってるぐらいですね、伸び率も高いということでですね、武力は本当に高くなりますね。で、その引きにくいっていうところもありますし、継承とかでもですね、使うということがありますので、ランクアップがなかなか難しいところがあるんですけども、ランクアップマックスにした時の火力たるやということでですね、本当に非常に高い火力が出せる武将ということになってますね。でおすすめ編成もですね、こちら、まあ、あの三星人を使って非常に有名な編成ということになってるんですけども、残念ながらですね、いろいろ歩を使った編成で三星人が絡んでないっていうパターンってほとんどないんじゃないかなと思うんですよね。それだけその三星人を使ってですね、固有戦法の発動率を上げたいということなんですね。呂布のその固有戦法の発動次第ではですね、まあ、全然勝てないという編成になってるんで、呂布の機嫌次第といったような編成になっております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、レベル50まで上げた時の武力ランキングトップ10ということでですね、紹介させていただいたんですけども、初期値のランキングとですね、あまり変わらなかった部分はあるんじゃないかと思うんですよね。義援とか火竜が上がってきたっていうところ以外はですね、大体まあ横ばいに近い形になってしまいました。その点はちょっと物足りない部分ではあったかなと思います。でその初期値でですね、非常に高いのに全然ランクインしてないんで、有名な武将と言いますと宝徳がいるんですよね。宝徳は、初期値のランキングで言うと8位なんですけども、その伸び率が 2.31 ということで非常に低くてですね、その総合というかレベル50のランキングで言うたらですね、ランク外ということになってしまってるっていうことなんですね。でですね、今回武力で動画作らせていただいてまして、横ばいが多かったんですけども、その速度のその部門とかだったらですね、初期値とそのレベル50でのですね、ランキングはですね、全然違ったりするんですよね。そういった点も面白いかなと思いますんで、ぜひご期待いただけたらなと思います。逆に知力とかだったらですね、武力以上にですね、あんまりこう変動がないっていうところでですね、見ててちょっと微妙なところはあるかもしれないんですけども、まあそのおすすめの継承戦法なんかもですね、合わせて、動画にしたいかなと思いますので、その第2弾以降もですね、ぜひ見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。